になりました。危ないとこやった。通り成功や、ダブルスティールや。うん、だがおばさん今自分怒っとるぞ。仮面仮面。ねえおじさま、そないにおばさま怖い？いや別に怖くはないさ。そうやったらもっと元気出したらやないの。飲もう。おじさま、なんでそないにおばさまに遠慮せんならんの？そやおっとおばさん増長すんのよ。うちは麺屋でかまへんけど、うちは旦那さんやないの。旦那さんよ。うち旦那さんやったらもっと積極的にやっとるわ。あんな気ままな草ごへんってやったらなかへん。そうもいかんよ。いかんことはあれへん。やらんよってわかんねん。飲もう。おじさん、また芸者を見に行こうか。金あったらうちあるわ。行こう。おじさま、おじさん、ドクトル、おっさん、おじこ、やんじゃあ。お帰りなさいませ。せっちゃん、どこへお出になったんです？どこ行ってきたの？あんたまたお酒飲んでんのね。あれほど言ってもなぜわからないの？あなたも一緒で何ということです。せっちゃん、なんとか言ったらどう？ねえ、なんとかおっしゃいよ。ねえ、なんとかおっしゃったらどうです？ちょっと散歩に。せっちゃん、いい加減なさいよ。もういいわ。帰ってよ。今日のお酒帰ってちょうだい。帰らんでもいいじゃないか。あなたは黙っていらっしゃい。ねえ、帰ってよ。帰ってちょうだい。いや、うち帰ったら帰りました。おばさまに言われたらうち帰らへん。なんですって？大体あなたがいけません。あなたがいけないから生徒が増長するんです。増長してるのはお前じゃないか。わしが黙ってればいい気になって少しは考えたらどうだ。うん、生徒が大阪へ帰らんでもよろしい。それとかあるわ。こうやっても泣けんねん。うちもう胸スーッとしたわ。胸すかし飲んだみたいや。今晩よう寝られるわ。うん、うちも寝よ。おじさまおやすみ。
おばさま、さっきうちえらい悪いこと言うてしまった。気に触ってあるけど堪忍してね。ねえ、うちあんなこと言うつもりはなかったんけど、えらいこと話やこしゅうなってしまったからに、これはおじさんやかと悪いんやけど、おじさんあの日ゴルフに行かれんだのよ。ねえ、こんなこと言うてえらい生意気やけど、おじさんやかってゴルフに行きとうない日もあるわ。あの日おじさん岡田さんとこへ泊まれはったのよ。うち石やったん。女のくせにお酒なんぞ飲んでえらい心配かけてしまって堪忍してね。そらうち悪いんやもん。おばさまに怒られるのは当たり前やけど、そやけどな、おじさんやかってかわいそうやわ。うち悪いと思って謝ります。ほら、おばさん別に悪いとこないのやもん。おじさんに謝ることはあらはしまへんけど。そやけどね。ねえ、おばさま、堪忍してね。さっきはどうもすまなかった。つい雪上がり上あんなことになってしまって、とにかく殴るということはよくなかった。腹も立っただろうけど、まあ一つ勘弁してもらいたいな。あ、どうも大変よくなかった。いえ、私こそ何を知らないで、今節子から聞きまして、ゴルフの日は岡田さんのところお泊まりだったんですってね。うん、いやどう聞いてくれたか。私知らなかったもんですから、つい言い過ぎまして。いや、わしこそつい言いそびれてな、岡田にもとんだ迷惑をかけてな。しかし分かってくれてわしも安心したよ。どうもすまなかった。気に留めんようにな。どうもすまなかった。じゃあ、まあおやすみ。あなた、いや、どう立てを引かんようにな。ええ。